どうも高井です。なぜ 99.9% の人は努力をしているのに報われないのかについて考えてみたいんですけど、人は努力をすればするほど見返りを欲しがる生き物です。もっとくれもっとくれって感じで、まあ、おそらくこれをこの動画を見ているほとんどの人は、俺こんなにやってんのになんで報われねえんだろうって思っている。企業で労働者として働いている人っていうのは、まあ、一月ごとにお給料もらいますよね。ただ口座に入ってくるお金が、俺もっともらってもいい存在なのにっていうふうに思っているがゆえにストレスは溜まっていく。そのストレスの矛先っていうのは家族の中にお子さんがいれば、そのお子さんに対してストレスが向かっていく、まあ、ストレスのサンドバッグのようにどうなってるかもしれないしね。で外であればお店の店員さんにぶつけまくってるかもしれない。そうでなければ知人ぶつけたりしてるかもしれないし、ストレスをぶつければぶつけるほど他人に嫌われてしまう、家族にも嫌われてしまうっていうことになりかねない。でこれが無意識でやっているってなったらもう危ないよね。ただそういうふうにぶつけない人はノイローゼのような心の病気にかかりやすくなってしまう。だからそういう意味でも嫌な仕事をやり続けているよりも好きな仕事をやった方がいいってことなんですよ。だからそういう意味でも腑に落ちませんか？チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。